破していこうかなと思います。まずは無料ガチャを引いて、その後にこれがねなんか10枚溜まってるんですよ。そう、これをちょっとね引いてやろうかなと思います。これ確かね3以上なんよね出るのが。ただね3が出るのがね 3% くらいじゃなかったっけ。 10% だ 10%。 そう、10分の1で出るということは10枚引けば1枚は出るはずなんです。本来ならね1枚ずつ引くとねなんかねあんまり出るイメージなかったんで、これ10枚貯めました。これをフリーの後に引いて最後にドリフェスぶっ破していこうかなと思います。初めてのガチャだからちょっとねワクワクしております。じゃあまずはこのね10連無料よろしくお願いします。本日の運試し、いやー虹出て、まあここはまだ虹出なくてもいいや、後半戦にね尻上がりの方が楽しいと思いますんで、じゃあみんなの飯馬配信になるのかプリンセスアイコの一人口になるのか勝負だ、いくぞ。おい、まあ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 無料なんでね、別に痛くも痒くもないっすよ。でも金からの昇格結構あるから、じゃあ見ていきましょう。おーなんかあれやな、言霊システム発動昇格なんかさすげえさ最低保障な気がするんだけど大丈夫ぞ。あーもうね、もうこの銀色のね、はい、いらっしゃい皆さんこんばんは、チャオアイいらっしゃいませということで、今日はまずねガチャから引いていっております。もしよかったらね概要欄の注意事項をね見てもらえればなと思います。お、大勝利、いいのいいの大勝利。あーこれ絶対無料10連はクソだなもうやだー、うーわこれ最低保証くんやん、おい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 、なあ無料なんでね、そう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 無料なんだ、もう古い古いお前、ちょっと待って、これ絶対ニューいなかったと思うんだけど、やってるわこれマジうーわ大爆死やー、くそー、まあまあ無料なんでね、そうそう金無料だから全然痛くも痒くもない。新規ゼロはきつい、いやこれ1枚は抜こうよ。でブリーズザイコね、まあ1回ちょろっと話したと思うんですけど、リサネー持ってないんですよ。リサネー出そう、もういい加減で、これ確率さっきも見せたんですけど星4の確率 10% あるから1枚は出ないとおかしいよ、頼むよ本当に。よし、じゃあ引いていこう。前普通に配信外で10連貯めたのが2回ぐらいあるんですけど、1回目は大勝利だったんで、確かに10連で3枚ぐらい出て虹、やばーこれ10枚貯めたらめっちゃ強いやんと思って2回目全部星3やったじゃあまあここでドリフェスに向けて景気づけでいきましょう、頼む。あーいいんじゃない、いやー星3以上確定で金はダメだって、なんかでも読み込んだ気したけどな、まあ行ってみましょう。いやこれはもう金以上しか出ないんで金か虹です。いや星3でも新規がとりあえず出ればねいいんだけど、感動したいって思った時のあの気持ちだ、なんか出なさそうだな、持ってるんだよな。私が紡いだ儚い言葉の数々をじっくりと堪能しておくれ。なんか聞いたことない気がするよこれ。なんで持ってんだよ。四枚目。あ、これやばいかも。皆さんと一緒にこの答え見つけたいです。え、ちょっとここら辺で出そう一枚。ああ持ってる持ってる。あれ意外と持ってるぞブリンズザイコ。あーやばい。誰ですか。こんな時にドアを叩くなんて、いやーつさんかこれ、あ違うさよさん、おおまあ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 ニュー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 、いや待って1枚は出せよマジ頼むよ、あーかんこれ、こうですか、あかんて、おい前や、おい前出すぎだろ、前から読んでも後ろから読んでもヤマト前や出すぎだろ、おい、私は普通にやってるだけ、ちょっと待ってこれ出る、出た、あーオッケ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 ー、私星3以上確定単発で星4出てます、やばー、なんで確率がクソじゃないか、これ持ってるって、待ってもう8枚目ぐらいじゃないこれ、え嘘でしょ、あーこれダメだ終わったわ、バカ野郎ここで2列くくんなって
ひどすぎる。確率の落とし穴一回一回。そうなんだよな、ふざけてるよな。あー、終わった。バカやろー、この10連食べるのにどんだけ苦労したと思ってんだよ。あー、やってるわ。これが星3以上確定の現状です。見てください皆さん、ひどくないですか。全部星3です。やってます。虹が出てません今日まだね。はあ、やってるやってる。10枚星3以上なのに2枚しか新規いないってやばくないですか。あー、ということで散々な結果になりましたけども、2回やってみてやばいですね、これ非常に。やってんな、このまんまいったらプリンセスアイコこのオーバクシーってやつになりますけど、まあまあこれで終わりませんよ。いやー、でもこれはね、さすがにもういいやろ出してね。これ2500でしょ、50連くらいは引けるか。ね、ちょっと欲出そうか。まあまあ出してないからね、まだ金虹ね、5枚。よーし、まあここまでね頑張って食べてきたから、いくぞもう虹で安心させてくれよ。まあまあまあ10連目まあまあまあ軽くね行ってみましょう。で結構ね、金から出る気するよプリンセスアイコ。お前マジでちょっとね、久しぶりに引いたんだからさ、出してマジで。ああ、おー、なんか、おー、待って待って待って、もうちょっと早くない、もうちょっとさ。いや待って、これ最低保証じゃないねえ。ってー、あー、もうダメだわマジで、今回やばいわガチャ7。うーわー、ひどくないですか。ちょっとドリフェスって何ですか、教えてください。夢壊すんですかドリフェスって。お前マジで言ってる、これさ最低保証じゃない。あー、頭痛が痛いわこれ、これ頭痛痛いわ。これもうこれで終わりやろ多分。もう一枚いた？あー、マジでやばい。やってる。何ですか2倍って。てか星29枚はマジでやばいやろ。アーメージングベース。おい飯馬動画やないかい、完全に。やばいってマジ。ちょっと20連目いきます。もっ早かったな今。あー、そうか、乱数調整してみようか。乱数調整ってあの引く引かない引く引かないってやつだっけ。ちょっとこの20連までやって乱数調整やろう。ねえこれマジやばくない、ちょっとひどくないですか。運営さんやってますねこれね。もしかして今狙い撃ちしてるプリンセスアイコのこと。やばいって。そういえば1月2日なんかあのあれやってましたよね、バンドリの特集みたいなの、ずっとテレビでライブした後ガチャ引くっていうのも。ああ、そういう乱数調整か。迎えます、迎え入れちゃう。ちょっと待ってよ、これって持ってるよね。うるさ、おーいバカ野郎お前、やばいってこれ、やばいって。乱数調整して出なかったら曲叩いて1回で、あと20連引きます。やばくない、本当にやばいよ今、何も出てないよ。でも20連引いたんだよね。これさ、ここのさ37っていう数字見えます、これ。これさ丸かぶりした数やん、やばくね。よしこれでどうだ、ちょっとオッケー、こんなもんだろ。よし、あ、そういうことにしよう。一回出そう。いやもう新年始まったから寝てる場合じゃないよ。はい、あれ乱数調整近かった。よし、これでどうだ、ちょっとなんかプリンセスアイコのイメージしてた乱数調整これだったら、まあいいや、やっていこう。金だけどね、終わってるくねマジ。おお、何をするかはあなたの問題でしょ。おっと、これでも流れ変わったんじゃない、ちょっと次回ガチャ引くとき、あ、そっか、それだ、ちょっと流れ変わった気すんの。じゃじゃじゃ、そんないらない連続で。あー、やってる、
やってるって、そんな最初と最後だけ金出しゃいいとかじゃないのよ、ないのよ。おい、これマジ舐めてるぞ本当に。え、出る気がしない。そのうるせえ。どんまいです。なんやこの神がかってるタイミング、腹立つな。モカちゃん好きやけど、あーもう待ってよ。じゃ今回のメドレーリレーライブちょっと一回自分で叩きますわ。さっきさ、よし、これでいけるやろ。最高。待って、マジであと20連だよ。さすがにやばいって。はぁ、モカ、なんで私タコ。おい、出すぎやろ。出すぎやろ、出すぎやろ。最後はちょっとあのミュウさんのランス調整でキャンセルキャンセルキャンセルしてて、最後にバッと来た。もういい、もう今回はマジでついてなかったって考えよう。もうふざけてるわ。なんかね、プリンセスがマジ出る回と出ない回が激しすぎてさ、バンドリは特に確定チケ含めて3枚。本当に星3確定チケで2枚抜くってやばいよ。あーマジでクソだわ。うるせえ。なんで最後の1枚でちょっと煽ってくんだよ、すげえ腹立つな。はやばくねえマジ。うわーマジ捧げてるだけやん私。こいつがちょっと油断したところをね、隙をついて引くみたいな、なんかそういうのめっちゃいいと思うんですけど。お前いつ引くかわかんねえだろお前。ファイチュン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 、ここだ。待って、今日70連引いて虹の演出がまずなかったよ一回も。やばくねマジで。まあ、ただの飯うまやん。うざむかつくー。何がドレメスやクソ。光の音が私の歌声を導いてくれる気がして。なめ腐ってるわマジか。大爆死やわ。いらんておっさん。うわマジでやばいわ。プリンセスアイコは怒りましたね。いらんてー。あーマジでやばいわ。みんな引かない方がいいわ今回。いやみんな出たって言ってる人もいるけど、わからんもう。いやなめてるってマジ。もう終わりでしょこれで。少しだけ新鮮な気持ちというのかしら。確かに新鮮な気持ちやわ。ドッカンテーブルだ。確かにな、新鮮な気持ちやわ。こんだけ出なかったらよ。ほったくふざけてるわ。終わりました、プリンセスアイコのドリフェスは。今回の結果、星4、0枚です。イエーイ。ちょっとあといけるかな、あと10連頑張る。いや、あー長かったここまで。よしやっていくぞ、頼む。あーもう配信やめるか今日。今日配信やめるかも。おい舐めてるだろマジで。60連してさ1枚もないってどういうこと、やばくない。いやもうこれ絶対出ないじゃん、流れやば。うわーマジでやばいわ今回。大爆死やわ。おい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 、何の中何もなく。おい石とか溶け込ます台じゃないぞここは。なんか消化する雰囲気すら出してくれないよ。私たちって言ったらやっぱり夕焼けだよな。プリンセスアイコって言ったらやっぱり爆死だよな。この前アフターグローのやつ見たからってひどくない？ちょっと。はい、終わりです。
終わりました。今回のドリフェスはクソです。